ばらくはしのげるでしょう。ふう、戻った戻った。師匠はね、儀式の直前は特に厳しくてさ、最高の獅子舞をみんなに見、それは獅子舞の起源から説明した方が、よ、戦場から帰ってきた兵士たちの歌って踊る、それから戦場に向かう時にも踊る戦舞となった。そこからさらに時間を経て、今のような儀式の一種として定着されたんだ。でもその芯は変わらないよ。